皆さんこんにちは。緑化コメディビザールショー実況プレイしていきます。このゲームはですね、ホラー要素もそうなんですけども、エロ要素、グロ要素も結構ありますんで、15禁とさせていただきます。ご視聴の際にはご注意ください。ワーニングね、キモいらしいです突然のラブコメ、あ、そういう青春要素に関して心を痛める方は本当に気をつけてください。15歳未満の方はプレイはご遠慮ください。大丈夫、俺16歳、嘘です。オープニング、緑化の回想。設定だと25歳って言ってます。中学生の頃のお話。すごく落ち込んでいて、素敵な景色を見たくなって、少し離れたところにある小さくて穏やかな山に行ったの。女の子かな。そこで綺麗なお花がいっぱい咲いてる場所を見つけたわ。近くに人が住んでいるかもしれないのに、ついスケッチを始めちゃった。あの、やっぱりというか、振り向くと一つ年下くらいの男の子が困った顔でこっちを見てた。手にはじょうろを持っていたの。ごめんなさい、あんまり綺麗なお花だったから。あなたが育てているの？花はじいちゃんの趣味なんですけど、僕も育てるのを手伝ってて。それから何を話したっけ？あんまり覚えてないけれど、落ち込んでたことも忘れちゃうくらいに楽しい時間だったわ。その男の子は私と同じ中学の後輩だったの。次の日の学校ですれ違って分かった。それから仲良くなって、たくさんのことをお話ししたわ。男の子の名前は月島雄介くん。小さい頃に両親を事故で亡くして、おじいさんと二人暮らし。穏やかな性格、私と同じで絵を描くのが好き。ちょっとお洋服には無頓着、おじいさんの教えをきちんと守ってる良い子。そして生まれた頃から不思議な力があって、自分の体を守ってくれてるんですって。その力のこともあって、いじめからは助かってるけど、なんだろうね、力って。力が欲しいか。気味悪がられて学校では友達が作れないみたい。それを聞いた時、私悔しくて悲しかった。それからもう私たちも大学生、育ったね、だいぶ。ゆうすけくんのおじいさんはゆうすけくんが大学に上がる前に亡くなってしまったけれど、それでもゆうすけくんは昔よりいっぱい笑ってくれる。私もいっぱい笑ってる。ケタ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 。ということで、お、緑化ちゃんかわいいね。売り田製のゲームですな。講義が終わるまで学食で待ってますと送信。あ、埴輪が飾ってある。あ、ボイスがある。これは女の先輩かな。やあ緑化くん。ねねこ、先輩がここに来るなんて珍しいですね。あ、カノンと待ち合わせしているんだ。あら、まあ奇遇ですね。私もユースケくんを待っていまして。何か用でもあるのか。君らは帰る方向も違うし、期間限定の展示が明日までなんです。金魚の世界展ってところなんですか。なるほど、そういうとこに行ったら変な世界に巻き込まれる系かな。せっかくだから一緒に見に行きましょうって。先週の土曜から開催していたやつか。私も見に行ったよ。もっと早く行けなかったのか。昨日の夜に知りまして。そうか、なんか先輩のお話するの久々ね。お茶でも飲みながらゆっくりお話ししたいな。ダッシュとかはないか。お、服装。あっ、そう、まず大事なことだったのに、そこができないとは。週刊誌や漫画本、おばちゃん買ってくれ。もうちょっと迷おう。抹茶カステラとミルクティーが好き。ハニーフラッシュ。ハニーはトイレね、今は催してないわ。催す時が来るのかな。お互いに緊張してる。お、デートかデートか。最近うちらの物質磯臭くね。そうかしら、あんたの作ったアクシム香水が腐ってるんじゃないの化学部かな。いや、そういう匂いじゃねえけどな。まあいいけど。不思議なジュース確かに薬品だこれ。先輩もない。そういえば緑化くん、語尾についてどう思う。お、語尾。ああ、例えば猫のキャラクターなどが喋るためにニョーンとつけるだろう。そういったことで自分の個性や特徴を表すことについてどう思うかと。アニメのキャラとかなら可愛いと思いますけど、自分が何かつけるとしたらどんな語尾にする。自分じゃ恥ずかしいですよ、もう大人ですし。もしもの話さ、
にゃ、にょーんでもいいし、新たに作るのでもいい。緑化です。ドピューン。エロい。なんで突っこけんだよ、いろんな奴らが。君の口から、そんなすっとんきょうな語尾が出てくるとは思わなかったよ、ドピューン。にょーんは、子供っぽいから、あと NHK っぽいから恥ずかしいかなってつい。ドピューンの方が、数倍恥ずかしいと思うぞ。プロゴルファー猿で、まあ、効果音としてはおかしくないんだけど、あのドラゴンが打つときにドピュッドピュッドピュッって打つのがね、つい笑ってしまうよね、今の時代だと。一ページに 5,6 回ぐらいドピュッドピュッってあのヌンチャクのドライバー振り回してるとあの効果音がシュールで笑ってしまう。日常の活性化には些細な変化も大切だと思うのだよ。そんなわけで、いつも右向きの前髪を今日は左向きにしたわけさ。何か変わりましたか？変わらなかったよ。お、やってきた彼氏。お待たせしました。ゆうすけくん、お疲れ様。やあ、月島くん。久しぶりだな。お、元の絵先輩。お久しぶりです。ちょうど先輩も待ち合わせしていて、待ってる間お話ししてたの。それじゃあ早く行った方がいいな。会場は21時までだぞ。はい、じゃあ行ってきます。行っといてますわ。お、大学生 HP がちょっと高いね。ダメだダメだ一応で外しちゃうけど、もう特に。ごちそうさまでした。おお、ボイスがこんなところに。なるほど。ん、お前そんな目の色してたっけ。え、はあ、ちょっとどうなってたんだもしかしてジュースを飲んだらああなってしまったのか。お、ところでトイレどう。ゆうすけ連れてトイレに行こう。ダメか。さて行きましょう。なん、え、え、本当絵なんですけど。ここはどこ。え、ゆうすけくん、ゆうすけくん、どこに行ったの。あ、そうだ、携帯で繋がらない。一体何なの。あら、何か光ってる。私のブローチ、なんでこんなところに。腕を伸ばせば取れるかも。腕を伸ばしたらまずいかも。よし、取れた。緑化のブローチ。なんでこの魔法陣。ちょっと、お、君は、ようこそ。あー、こっちにもボイスが、かわいい。ヒューマン。すみません、ここはどこですか。ここは魔界にある塔の一角なの。え、魔界、すみません、意味が。そして、あなたたちを呼んだのは私。え、どうしてそんな。たちって、まさか他にも。あの子、ユウスケ君だよね。彼も連れてきたの。ユウスケ君はどこ。この塔を登っていって、その途中で会える。私もあなたたちを連れてくるので精一杯だったから。え、何それって。それじゃあ最上階で待ってるね。消えちゃった。バニッシュ。魔界、なんでこんなファンタジーみたいなところに。メルヘンやファンタジーじゃないんですからと思いきや、わけわからないけど、とにかく進むしかないのね。急だな。そのなんだ、展示会に行ったら変なとこに行くと思いきや、もう食堂の外は恐怖の世界でした。なんだか少し不思議チックな場所ね。どっちから行く。研究室、階段、生態実験場。お、実験しようぜ。あ、鉄格子。真っ暗ね。何かあったような。もう一回じっくり見てみようかしら。あら、目。え、あらーそんな即死系。なるほど、即死要素がたっぷりあると。見ません。お、あら、鍵、タブがついてるわ。階段の鍵。ん、え、あー、さっきの目が。何あれ、あ、近寄ってくる。そのスライム状のもので何をするつもりよ。来ないで。開かない。誰かいませんか。お願い、お願いします。何でもしますから。助けて、誰か来て。
ごちそうさまでした。多分先にこっちを調べちゃうといけないんだと思うから、まずはこっちから攻めてみよう。研究室、光ってるものは懐中電灯。外側ボロボロだけどまだ使えるみたい。なるほど、これは細かなセーブが必要だね。すげえ1万5000円持ってるまあ大学生だったら当たり前ぐらいの金額だけども、ゲームで1万5000円って持ってるとなんか違和感だね。急いで出てきたのかしら。ノートにまで紅茶がこぼれちゃってる。すするとこペロペロペロ読む。研究中の捕食スライム3期のやつか。食事行為は捕食対象が生きている場合、耳穴から侵入し、うわ、ノーニュ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 。この時捕食対象の抵抗を抑えるためにホニャホニャニャニャを注入しているのが伺える。耐久力についてはゼリー部分はほぼ無敵であるものの、ホニャララと神経が非常に弱く、なんだホニャララをホニャララで照らしただけで、あ、懐中電灯、蛍光灯は平気、懐中電灯でやれってことかな。自然発生のマスコトの個体はホニャララを守るゼリーが付着しているので、巨大化の実験が失敗したであろう結果であろう改良が必要だ。そういえば今日ホニャララが久々に来るらしい。魔界では役に立たない気がするが、せっかくの機会だ。実験場にいてピーしようと。なんと都合よく紅茶がこぼれてんな。アロマキャンドル、キャンドルつけてみよう。ちょっとだけ。まあ不思議な香りね。ハーブ系かしら。なんだかリラックスしてきて、とってもいい気持ち。ふわふわ飛んでる、すごいのラメヒジまあ目が、妖精さんがいっぱい、私幸せ。ずっとここで暮らすの、素敵なアルマでふわふわ。めでたしめでたしじゃないか。はい。しかしこれ積み瀬とかありそうで怖いな。張り紙？今月の考えたいことメモ。サイクロの目と自身の努力、確信と無邪気、どちらが残酷か。善人と愚か者の寿命、月の石のありか。これは関係ないのかな。お、アマアモンゾーンで通販で買ったのか。ニトログリセリン、うわー、これは危ない。でも使う時あんのかな。月刊ケモフ獣換気、戦争とか麻薬とか、うわー、結構怖いタイトルだらけ。そして日本語や英語の本がごちゃ混ぜね。難しい科学の本の中に民族伝承や神話の本もいっぱい出たわ。あやめずの神の本もあるわ。懐かしい、ゆうすけくんの実家のある山の中に祠があったな。去年土砂崩れで壊れちゃったのよね。ゆうすけくんの家は無事だったけど。読んでみよう。まずこの名称はある青年がそう呼んだものである。ある小さな村に小さな洞窟があった。穏やかに過ごしていたその村に、突然一人の見知らぬ青年が洞窟の奥から現れた。そして自分はもう長くないと笑顔で言った。青年はこことは異なる世界から帰ってきたものだと名乗り。魔界ってことか。魔界から行ったのかな。人知を超えた技を見せつけた。メラじゃ。村の人々は彼を信じ、彼の願う通りにタラの洞窟を祠に仕立て上げたという。彼が言うには、200年後に神の道がつながり人類に救いをもたらす。その時鍵となる人物が祠に現れるだろう。その時までに祠を守っていてほしいとのことだった。鍵となる人物、男はキーのチャイルドと呼んだ。摩訶不思議の門を開けることができる存在、故にあやめずの神の通り道でも開けるであろうと、他の存在を老いるまで死ぬことはないという。青年の死後も村人は祠を守り続けた。しかし村は突如災害により崩壊してしまった。閉鎖的な村であったため、言い伝えは一握りの人間のみが知る程度のものになってしまった。また言い伝えを知る者も、祠を大切にしていた者も関わらず、村が崩壊してしまったせいか、生き延びた者もそのことを重要視しなくなってしまったという。つまり神様がしますってお告げをする人が村に来て、200年の間祠を守ってほしいとお願いを残して亡くなったけれど、村が壊れて守れなくなったということかしら。不思議な神様の祠って聞いてたけど、少し寂しいお話だったのね。ん？手書きのメモも。人間界ではもはや重要視されなくなり、天さえいざ約束の時を迎えようという時に再び必然の猛攻を受け、今度は再建不可能になってしまったという話だ。そもそも誰かが祠に何かしたせいで建てられたなどと発想が出るものかと思っていたのだが、薄情な村なのかと、偶然リアリストが残ったのか、人間どもが救いを受けられずに滅びようがどうでもいいが、それを差し引いても不備に感じてしまうような神だかの話である。どうでもいいはひどいけど、確かに不備よね。これだけか。でも見とくことにより何かフラグが立つのかな。で、懐中電灯手に入れたから、ちょっとスライムチャレンジしてみますか。階段の鍵ね、欲しいから。で、来ないで。
アイテム使える？ここで。助けて！誰か！あ、ダメなんだ。じゃあ先にこっちかな。階段。でも開かない。自動ドアっぽいのに鍵穴好きなんて変だな。え？でも懐中電灯、暗いところで、あ、先にここの穴に照らすってことか。じっくりと、これは自動的に使ってくれるかな。何かありそうだったんだけど。そうだ、ちょっと照らしてみましょう。え？何今の？逃げ出した。はぐれなんちゃらかな。大きな目の玉が。え？なんで通気口に？そしてこれが取れる。よし、無事。生体実験場。行ってみる？行けるかな？開かない。よかった。生体実験場とか、怪しい危ない匂いがプンツカプンツカするよ。あ、幼女が。サイコロの河原にようこそ。え？で、つい挨拶しちゃったけど、お姉さんここに来るような人じゃないね。大方の草だらけの仕業だろうね。どういうこと？簡単に言うと、草垣が作った落とし物にはめられるのさ。え？そして、ここはサイコロの河原。罪を背負って死んだ子が来る地獄さ。大丈夫、トニーはちゃんと戻すよ。ちょっと待っててね。あの子は何だ？ただいま。お待たせ。通る戻る道を開通したよ。向こうにある水たまりに足を突っ込んで。ちなみに虫が一緒に入っても融合したりしないから。安心してね。ここ虫いないけど。 ありがとうございます。僕剣を使われるの嫌いだな。まあそれよりも今度は気をつけなよ。私、男の子と一緒にあの建物に呼ばれたらしくて、元の場所に帰りたいの。やっぱりそうだったか。でもごめん、僕は返してあげられない。え？君には見えないだろうけど、呪い付きの召喚の跡が見える。君が帰るには召喚主の望みを叶えるか、召喚主が死ぬかだよ。そんな。力になれなくてごめんね。でも頑張って、応援してるよ。ありがとう、死ね。あ、そうそう、あの塔には変な魔族や変な生物とかがうろうろしてるらしくて、人間には命がけのお化け屋敷だろう。本当に気をつけてね。ありがとう。あ、なんだ、今一瞬逃してしまったけど。あ、サイコロを探してる子供か。ここはある場所をパク、リスペクトして作られた場所だよ。今療養中の家族に代わって僕が管理してるんだ。サイの河原。リスペクトか。ちゃんと積み上げられればいいんだ。邪魔しないんだね。まだまだ。なるほど、精神的な問題が絡んでるんだろうな、ここは。サービスが良すぎるせいか。召喚って？やっぱさっきの人に我々は召喚されたのか。女の子に召喚されました。ゆうすけくん来てないな。よし、これで突っ込めばいいのか。セーブもしておこう。4つしかないからな、ウリータの。お、来た来た来た。で、ここに入ると、あ、大丈夫だ。落とし穴は2回は作動しない。これまた無機質な部屋ね。ちょっと床を、この床を見てると透明に見えてちょっと怖いわ。今日の講義で CG をやってたせいかしら。ん？現在、ニョロクンズを遊ばせています。ブレードじゃれてくるので気をつけて歩いてね。え？ニョロクンズって、まさか、あれ？じゃれるって言ってるから怖いことはしてこないと思うけど、怖いことはしてこないと思うけど、怖いことはしてこないと思うけど。うおー、ニョロクン、遊ぼう。いやー、話してベトベト気持ち悪い。あ。やだ、どこめくって。あ。え？何？あれ？生きてる？まだベタベタするけど、どこもおかしくないよね。助かったのかし。うっ。何が起きて。え？何これ？虫？まさか、私のお腹の中から。とって、そ、いや、なんで、
ある意味良かったよ。お腹にあれを抱えたまま行かなくちゃならないのかと思って。ということで結構即死系が多いな。なるほどなるほど、気をつけて済まなくちゃな。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。